いやー、大変でしたね、3月。最近仕事が忙しくてですね。今全く動画のストックがない状態で。アップも止まっちゃってるんですけど。次何しようかね、迷ってんすよね。RPG また1個なんかやろうかなっていうとこで。何やろうかな、本当に。3月にやったゲーム、そんなやってないね。エメラルドドラゴンが終わりました。面白かった。短かった。クソみたいな感想だな。いや、特にね、第何話だ？ 12 話。これマジですげえ笑ったんで、ぜひ見てください。ヘルロードの街で大爆笑っていう回。嘘 びっくりした。PC エンジン版の移植で、内容がね、そこの内容が違うっぽいんで、スーファミ版はひどいということでした。はい。エメラルドドラゴンでした。あとなんだ。ボンバーマン94。PC エンジン。これは当時やってましたね。当時からラインボムとリモコンと紫ルーイで、なんかあったら無敵プレイをやってましたよ。っていうね。特に言うこともない。あ、あとね、ファミコン版のね、ゾイド。これ やってくれって言われて、まあお察しな感じでね、やったんですけど、案の定、単発ということで。え、でもシステムは面白い。システムは面白かった。なんか操作性やら、バランスがちゃんとしてれば、すげえ面白いんだろうなっていうゲームで。まあリメイクもされることなく、2020年を迎えてるわけなんですけども。面白そうだけど全部やる元気はない。っていう感じでした。ねえ、4月ね、何やろっかな、本当に。まだ悩んでるんですけど。頑張りましょう、いろんなこと。皆さんも頑張ってください。4月。はい。